今回はホンダが久しぶりにこの不況の中に出した気合の一作、ホンダ CR-Z、ハイブリッドスポーツっていうのが売りなんですけども、なんとなんか2週間弱で受注7000台、ほぼ奇跡的な数字を書き出しておりますが、今徳島で試乗会です。まずスタイリングを見ていただきたいんですが、意外とかっこいいですよね。かっこいいです。ちょっと僕前見たらちょっとボンネットがちょっとね、本当の CRX、 このデザインのお兄さんとも言える CRX よりちょっとボンネットが膨らんだんですが、これはこれでさっき分かったんですが、非常に剛性感が高い。このドアとかハイブリッドかっていうとですね、どっちかっていうと軽くしたための全体のスカスカ感が気になるんですけど、これはかなりありますね。このメタリック調のドアノブとか結構質感高いんですよ。これが試乗ですか。本当これドア重いっすよね。これこの感じ、うん、ホンダ車にしては珍しい。そうそう、あとこの辺のあのメタリック調のこう樹脂とかすごい質感が高い。よいしょ。まあ上級グレードのアルファでほぼ250万円。アイドリングやっぱ静かですけど普通にかかりますね。それからこのメーターをぜひ、このガキっぽさギリギリのどうですかこれ、うん、けど面白いですけどね。面白い。だんだん慣れてきちゃったな俺もけど本当これあれですよ、ステアリングも軽いんですけど、うん、すごく質感というかこうかっちりした感じを出そうとしてますね、うん、いや助手席に乗ってても分かるもん、ステアリングの剛性が高いの。そうそうそう、うん、そうなんですよ。あと乗り心地っていうか走り出してすぐ分かりますけど、結構固めっていうか、うん、プリウスにできないことをやってやろうっていうのも、そうかもしれない。相当入ってますねこれね。プリウスってどうしてもなんかこうマシュマロみたいな、そう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 、歯ごたえなさ系じゃないですか。これ歯ごたえを全域で出そうとしてるのが分かりますよ、うんうん、いやステアリングフィールも軽いんだけどしっかりしてて、なんといってもこのエンジンがこう普通にアクセル踏んだらその通りに回るんだよ、うんうんうん、全然ハイブリッドっぽくないんだよ。あこのなんか結構低速からトルクがあってこう今1000キロから3000ぐらい回すんで十分にトークが感じますね。最近これね、佐藤さんも持ってる、うん、ミニを意識したっていうのはなんか最初分かんなかったんですけど、よく分かりますね。あのね、動きが似てんのよ多分。あれとかじゃない、ホイールベースとかひょっとしたら同じぐらいかもしんないよ。あのミニほどやっぱりダイレクトさはないんですけど、それでも、うん、かなりありますね。何なんだろう。あと路面のこのなんていうのザラついた感じとかすごい伝わりますよね。ポテンザだからじゃないかな。あとはなんか自重7000台もちょっと分かるな。分かるね。スタイルもいいしね。スタイル思ったよりいいですね、うん、インサイトに小沢さんってさ、インサイトでスポーツ感感じたことある？ないです。僕あんまりインサイト好きじゃないんですけど、うん、そんなに3000ぐらいですごい足とガーンと入ってくるんですよ。で実際それとともにトルクが自然にあるから、だからこれ 1.5 リッターの113馬力のエンジンってことになったんですけど、うんまあ、2リッタークラスとかフォルクスワーゲンの TSI エンジン、うん、あれとその 1.4 リッターですけど2リッターぐらいの感じあるじゃないですか、はいはいはい、あれと同じようにあれはこう、ね、直噴低速トルクターボでやってますけど、これをなんかそれを電動アシストでやってみたいな。あのプリウスってもうなんかなんでしょうね、もうモーター中心で、うん、モーター中心のエコだもんね。そうそう、完全にそうです。モーター側のどう入ってるか分かんないぐらいじゃないですか、うん、どこにモーター入ってるか分かんないっていう、うんうん、これは確実にこうなんですかね、モーターターボとして使ってますね、うん、これだから実燃費によってはヨーロッパでも受けますね。はい、では次にちょっとこの CR-Z のポイントの一つであるこのモード
今ずっとノーマルで走ってたんですけど、次にスポーツと次にエコ試します。ノーマルの時は実はあの大体こう 2,3000 回転ぐらいに美味しいとこがあるって感じで、あ、確かに最初からなんか回ってます、最初から回ってる、回ってるっていうか、なんかエンジンがすごい勢いよくなって、なんか全然違うもんなってる、全然違うんですけど、これこれ設定すごいね。あ、これ別な、これ別物だわ、別物ですよこれ。あ、これいきなりですね、もう3000から上なんですよ。でしかもね、全体の周りが速い、うん、ピックアップが速いし、キャラクター変化がでかいんですねこれ、うん、これ昔じゃできなかったようなことができてますね。できて、でも多分普通に走っててーノーマルモードでも全然十分でしょ。いや、ノーマルモードで十分に、まあ、あのスポーティーなんですけど、これこれだっていきなりいきなりこう一皮むけた感が、うん、回転がビンと上がって、しかもピックアップが低速トルクも多分増してるんですよね、多分アシストを強くしてるんじゃないですかね、出し方を。ただこの時の燃費がどうなんだろうっていう感じ、今燃費チェックしておりますが、先ほどワインディング走って、だいたい12ぐらいになっちゃったんですけど、今高速で、100キロ弱、さっきリセットしたら今だいたい20から、まあだいたい20から21ぐらいで、なっております。まあそんな感じですよ、ね。あ、アイドリングストップしました。はい、これはやっぱり分かりやすくあれですね。あ、ちょっといいですか。一応アイドリングストップこう。目的地への到着予想時刻は午前10時。点滅します。このなんか、あ、素晴らしい、このマツダアイドリングストップは実は角度曲げてると、うん、ステアリング切ってるとそうダメなんですけど、そうそうそう、これやっぱ止まるもん、うん、俺止まってほしいなと思ってたんですよ。あのアイストップはね、まだね、アイストップはちょっとね、過保護すぎます。過保護、いきなりちょっとそれでエコモード、あーもう分かる、俺も分かる。あのなんかね、うん、あのね、なんか、回転が上がらなくなった、詰まった感じ。あ、もうなんか今だって2000回転もいかないですよこれ。あ、けど、うん、あの踏むとあのそれなりにこうきちんと出るでしょ、もちろん、いや、そんなに出ないですけど、もちろん、うん、あの多分アシストがね、これメーター見るとあるんですよ。今あの分かりやすいのはですね、これ見てると分かるんですけど、今エコモードなんで踏んでも割ると2000回転以下なんですけど、このアシスト見てるとあかんですけど、踏むと こっちのアシストがグワッと出るんですよ。ちょっともう一回やります。これエコモードなんですけど、エコ、イーコモード、イーコモードで踏んだ音、こう軽く踏んでて、スポーツモードを押すとブーンってこう上がるんですよ、同じ踏み量でね。そうそうそう、でノーマルだとまあこれくらい、ノーマルだとこれくらいで、イーコモードにすると下がって、スポーツするとグワーッと上がる。あ、すごく分かりやすいです、はい。さっきの補足ですけども、ステアリングはですね、確実に、スポーツモードにすると重くなります。あの今イコモードなんですけど、かなり軽いです。このちょっと車線変更しちゃってるんですけど、これでも結構上がって、スポーツにすると、あー、重くなった、しっかり感増します。ある種あれですね、ミニショックありますね、うん、あの BMW ミニの、うんうん、あれはやっぱコンパクトか FF コンパクトのちょっと概念を、領域を広げちゃったんですねこれね、うん、なるほどね、と思いますよ。この味付け具合をみんな覚えちゃったんですよ多分、うん、ミニの良さって、 ある種こうクイなんていうんだろう、クイックさだけじゃないじゃないですか、うん、ある種こう質感の出し方とか、うん、ステアリングフィールの出し方ってことだと思うんですよね、味付けの仕方、うんうんうん、でだからここまで、あそこまでできるっていうのを知っちゃったんで、うん、CRG は明らかにあのミニ、BMW ミニの洗礼を受けてる。OK 以上、小沢浩二でございました。平均燃費ですが、トータルでは、あ、すいません、これ喋ってるだけで、トータルでは 14.2、 高速中心だと、あ、21キロ行きましたね、素晴らしい。